カゾシ、コミュニティバス、カゾキズナ号カゾシ、コミュニティバスは、埼玉県カゾシが主に同市内で運行している、コミュニティバスである。カゾキズナ号の愛称を持つ。2012年10月より有料化とともに、デマンド型の折り合いタクシー、シャトルバス、循環バスの3体系による、運行系統、体制へと変更され、従来運行されていた。 運賃無料のカゾ地域循環バスの運行系統は廃止された。カゾナ号の相性は3体系全体に付けられたものである。シャトレバス、循環バス及びデマンド型乗り合いタクシー南エリアは、朝日自動車カゾ営業所が、デマンド型乗り合いタクシー北エリアは、カゾタクシーが、デマンド型乗り合いタクシー中エリアは、カゾタクシー及び記載タクシーが、それぞれ受託している。 いわゆるデマンドバス。利用には市民による事前登録及び予約が必要。北エリア、中エリア、南エリアの3エリアに分かれ、各エリアをまたいで利用する場合には、乗り継ぎ場所として指定されている、加須駅、花崎駅、道の駅同様のふるさと大戸根での乗り換えが必要である。中エリアは、大戸根地区に隣接する栗橋駅西口も利用地域に含まれる。 デマンド型乗り合いタクシー同士の乗り継ぎの場合は乗車1回とみなし1回分の運賃となる。北川辺地区、大利根地区、加戸地区、被災地区を南北に縦断するように設定された運行経路。運行コースは上記デマンドタクシーとの乗り換え利便性を意識して設定されている。トイ海川方面は従来、朝日バスにより運行されていた加戸駅。 大越芝場,場線の代替交通としての意味合いもある。旧加速市内の内加速駅、花崎駅周辺に、県道加速港の線を境に設定された、西循環コース、東循環コースの2コースが8の字を描くように通し、運行される。2012年までの加速市役所を運行拠点とした東循環、北循環、西循環コースによる運行体系が見直され、 運行が開始された。2012年10月以前は、加速市内のコミュニティバスは、加速地域循環バスとして、いわゆる平成の大合併以前の旧加速市地域内を循環コースで運行されていた。2012年10月に運行路線、体制が見直された際に全系統が廃止、再編された。路線再編前は、運賃無料で、日曜日、年末年始、5月3日が、 運休日となっていた。ありがとうございます。